家族？ババアは家族じゃない。出て行け。私が陰ながら息子夫婦の生活を支援しているのも知らずに、私のことを勝手にかわいそうな老人扱いした挙句に、家族じゃないと言い放った。お互いハリボテの嘘で塗り固められた夫婦。その嘘と悪行をすべて洗いざらいあらわにしてやるから。今更言わなければよかったと後悔しても遅いからね。私は三つ子。働くことが大好きで、現在出版社で働いている。将来、本や出版業界で生きていきたいという思いのみで突き進み、希望していた出版会社に入社できた日のことは今でも覚えている。その気持ちは40年近く経った今も変わらず、働くことが生きがいだ。自分が携わった本が多くの人の手に渡り、喜びや行動のきっかけなど、人生の一ピースになることに嬉しさを感じている。大学に進学を決めた時も、周囲の人々にあれこれ言われたが、実はこの業界で生きていくことについて、夫はよく思っていなかった。夫とは5年前、不治の病で別れているが、夫の理想とする女性像は家庭を守り、外で働く男を立てるような女性だったのだ。3歩下がって歩くような女性でいてほしいという思いが強かったようで、夫からは女性のくせに我が強いとよく言われたものである。しかし、夫とぶつかったくらいで自らの夢を手放すことは絶対にしなかった。私は27歳の時に息子を出産し、子育てに追われる時期もあったが、出産して保育園に預けられるようになると、すぐに職場復帰し、妊娠出産の仕事の遅れを取り戻すかのごとく働いた。働きながらの育児は想像以上に大変だったが、周りの協力などもあり、子育ての大変な時期は無事に乗り切ることができたのだ。ニュースなどで時々耳にしていたが、社会全体で女性のキャリアをサポートしようとする動きがあるらしく、私も声をかけられた。定年まであと数年というところで、まさかの役員に大抜擢だ。私としては現場での仕事に携わるのも非常に有意義な時間ではあるが、次の世代を担うためにできることをやりたいという思いも生まれてきたため、役員を引き受けることに。現場で働くのも、役員として会社のために働くのも、どちらもやりがいがあるが、一方息子は私とはちょっと違う考えのようだ。父親が陰で言い聞かせていたのもあり、女より男が偉いといった考え方が根底にある。年々それはひどくなっていき、言葉の節々に女性を下に見るような言動が増えてきた。高校、大学時代あたりからは、周りにも彼女ができる人が多くなってきたのもあり、男尊女卑の発言は少なくなっていったようにも見えたが、根っこには父親の教えが色濃く残っていたのは、母親である私にはわかる。さらに昔から、いかに楽をして過ごすか、手を抜いてバレないかといったずるいことばかり考えているタイプでもある。小学生あたりから怠け癖が出ていたため、注意はしていたが、悲しいことに馬の耳に念仏だった。学校ではそこそこのレベルのところで平均点を取ればいい、赤点にならなければいいといった考え方だったため、みるみるうちに成績も落ちていった。こんな考えでは大学にも行けない。そう思っていた私の心配をよそに、大学は推薦で私立大学に合格し、入学した。その私立大学は、ある学部が有名な学校だが、息子が入学を決めた学部は、横文字の名前で、何を学ぶのか、よくわからない学部だった。母さん、あなたが大学に合格して嬉しいわ。ところで、どうしてここにしたの？他の大学じゃなくて、ここがいいって思ったのかしら。都会っぽくてかっこいい名前だし、
その割に倍率が高くないからお得かなと思って。やりたいこともないし、4年間思いっきり遊びたいじゃん。そんな舐めた姿勢で始まった大学生活。もともと嫌な予感はしていたが、それは的中してしまった。付け焼き刃の頑張りも虚しく、就活は全滅。自分の父親に泣きついて就職先を決めていた息子は、父親が働く会社の関連会社の契約社員として社会人デビューしたのだった。喉元すぎれば暑さを忘れるとはよく言ったもので、すっかり有名企業社員の自分にうぬぼれている息子が出来上がってしまったのだった。その業界では有名企業といえども、夫の紹介でどうにか入れたようなもの。しかも契約社員ということで期限があるものだ。もしも成果を残せなかったり、十分なレベルに達していない場合は、容赦なく契約を切られることを彼は知らないのだろう。そのため、契約社員として働いている間に、自分の今後をしっかりと見つめて、スキルアップなり転職なり、はたまた正社員登用を目指すなり、人生の舵取りをできるようになれればいいなと願っていた。しかし、その願いに怪しい影がかかり始めたのだ。それはある日の夕食時にかかってきた息子からの電話だった。あら、あなたから電話をかけてくるだなんて珍しいじゃない。どうしたの？俺、結婚を考えている女性がいるから、次の休みの日にでも会ってほしい。女性よりも男性が偉い。その時その時が楽しければいい。いかに楽するかだけを考えていた息子が、本気で結婚を考えている女性がいるとは、にわかに信じられない気持ちだった。大学時代などもお付き合いしている彼女がいたとは聞いていたが、そのひどい振る舞いから振られた話ばかり耳にしていたのだ。そのため、実家に彼女を連れてくる前に別れてしまうかもしれないなんて考えていたが、杞憂で、当日時間ぴったりに来た。ドアを開けて目の前にいた女性を見て、ちょっと嫌な予感がした。母さん、来たよ。お邪魔しまーす。うわ、小さい玄関。廊下もなんか暗いし、アリサ怖い。女性らしさを全開にアピールしたファッションとメイク。黒のロングヘアのストレートに甲高い声。息子よりも少し年下と聞いていたが、社会人の格好には見えない。一見するとオフを楽しむ可愛らしい服装とも思えるが、この格好で挨拶をしようと思ったのか。とっておきの日だから思いっきりおしゃれしてきちゃった。どうかな？うん、アリサとても似合っているよ。似合う似合わないの前に TPO を考えてほしいところだ。家の中に入るよう促すと、サンダルを履いていた素足のまま家に上がろうとする。今の若い女性ってこうなの？私は驚いてしまったが、相手も緊張で普段できていることができていないだけかもしれない。それに小さいことで息子が結婚したいと考えている人にケチをつけてはいけないと言葉を飲み込んだ。自宅で彼女にお茶を出しながらおしゃべりすることにした。アリサさんでしたっけ？普段お仕事は何をなさっているの？今は派遣社員ですけれど、結婚したら辞めて専業主婦になろうと思って。私、聞いちゃったんですけど、柊のお母さんって働いてるんですか？ええ、昔から働くのが好きで、じっとしていられないのよね。私は彼女なりに会話を広げようとしてくれているのだと思い、そう受け答えした。しかし、それが私の勘違いだと思い知らされることになる。ええ？私だったら女一人でこの年まで生きていくなんて耐えられない。この年までパートでアクセク働かなきゃいけないなんてかわいそう。あら、あなたには私がかわいそうに見えたのかしらね。いくら自分の息子と同じくらいの年代の人といえども、
言われて腹が立つこともある。しかし、ここで初対面の彼女、ましてや息子が結婚を考えている相手だ。下手なことは言わない方がいい。働く男性が気持ちよく帰って来られる家を作るのが女性の仕事なんです。なので、私は結婚したら仕事を辞めて家庭に入り、周さんのために一生懸命尽くして旦那様を支えていきます。この言葉を聞いて、私とは分かり合えないが、夫が生きていたら泣いて喜びそうな女性だなと思った。考えてみたら、息子も夫と近い考え方をしているのだから、彼女がまさに理想といったところだと思う。私にはできない生き方だが、それを良しとする人もいる。いろいろな生き方があっていいじゃないかと、もやっとした気持ちを飲み込むことにした。しかし、こちらの心配をよそに、息子嫁は私に異様なおねだりを始めたのだった。新婚祝いとして高級家電、結婚式の費用の一部援助はまだ理解できる範囲だ。出費は痛いが、新たな生活の門出、それに新生活を始めるためにも、いろいろな機能がある家電だと何かと便利だろう。しかし、毎月のお茶会や、将来の子供のためという名目のおねだりによる出費には、ほとほと困った。お母さんと親睦を深めたくて、あのホテルのアフタヌーンティーセット、今話題なんですよね。あら、素敵ね。でも今月はちょっと出費が厳しいからやめておこうかしら。アリサさんは他の方と行ってきたら？はあ、あそこのすっごく高いんですよ。私の財布じゃ無理ですから。あ、そうだ、前に話していたピアノ、お願いしますね。私が行かないとわかると、手のひらを返したかのような態度をとり、話を切り替えようとする。いつもの彼女の常套手段だが、ピアノについては初耳だ。ピアノ？何のことかしら？やだな、お母さん忘れっぽいんだから。そんなんだとパート、クビになっちゃいますよ。将来子供生まれたらピアノ習わせたいって話です。やっぱり国産の質がいいものを与えたいじゃないですか。一気にまくし立てるので、私は子供が生まれるのだと思った。おそらくこの話の流れだと、ほとんどの人は孫が生まれる話だと思うだろう。おめでたかしら。いつ生まれるの？楽しみね。何言ってるんですか？将来の話です。今の時代、そんなこと言うと問題になりますよ。相手のことをもうちょっと考えてください。息子嫁はいつもこんな調子なので、私は正直付き合いたくないと思っていた。そんな私にさらに追い打ちをかけるように、息子からも金の無心があったのだ。珍しく息子が一人で自宅を訪れた際の出来事だ。今日俺一人で来たのは名義の話なんだ。今度マイホーム買うんだけど、ちょっと予算が厳しくて、住宅ローンの名義貸してくれないか？自分たちの住宅ローンや手持ちのお金ではどうにもならないの？それができなくて。まさかアリサに働きに出ろっていうのもかわいそうだし、母さんの過ごす部屋も作るように考えておくから、頼む。そこまで言われ、頭まで下げられたら仕方がなかった。実際、住宅ローンの審査も早めに行わなければならないという状況もあり、私の名義と収入も加味してローン審査をしてもらうことになったのだ。息子は見えっ張りなところもあり、早々に身の丈に合わないマイホームを購入することになった。都心の名の知れている地域、駅からも近く、生活には不便なことはない地域。デザインは一から吟味したオリジナル住宅。あくまで私はローンのために名前を貸したに過ぎず、メインの支払いは当然息子という約束のため、きちんとできるのだろうかと不安になった。私の嫌な予感は予想外の形で的中してしまう。息子が
会社でクビになってもおかしくないレベルの大きな失態を犯してしまったのだ。本人も反省しているということで、どうにかクビは免れたものの、大幅な減給は免れられない状況。マイホームのローンもあるし、今までと同じ生活を維持するのは難しいのは明白だ。母さんどうしよう。俺やっちゃったよ。生活できないよ。でも幸いクビにはならなかったんだから、少しずつ挽回して信頼を取り戻していくしかないね。あなたもだけど、大切なお嫁さんに食べさせないわけにいかないじゃないか。生活が落ち着くまで少しだけだけど援助はするよ。私は期限を決めての援助をすることにした。会社であんなことがあったわけだし、いくら息子や息子嫁でも気落ちしているんじゃないかと心配になってくる。ある日、気分転換も兼ねて、少し遠くまでショッピングに連れて行くことに。私が息子夫婦の自宅まで迎えに行き、そこから車で1時間半くらいのドライブだ。たまには気分転換して、すっきりした気持ちにならなきゃ。あそこのイタリアン、絶品なのよ。母さん、ありがとう、救われるよ。お母さんにしては気が利くじゃん。あそこをセールしていたんだよね。何買ってもらおうかな。はじめは順調だったが、途中でちょっとした渋滞に巻き込まれてしまった。ショッピングモールまでの道のりで、私はトイレに行きたくなってしまったため、コンビニに寄ることに。戻ってきたらちょうど走り出そうとしている車があり、何気なく見ると、私の車だった。困惑している間にも車はスピードを上げていく。私は何かあったのかと思い、慌てて車に駆け寄った。運転しているのは息子。車を開けようとしたところを阻止したのは、まさかの息子嫁だった。何よこれ、冗談にしてはひどいわ。家族にすること？家族？ババアは家族じゃない。出て行け。私なりに若い二人が困らないように、陰ながらあれこれ世話を焼いていたのは、大切な家族だと思ってのことだった。しかし、そう思っていたのは、どうやら私だけらしい。じゃあ、出て行きます。ババアは新婚の二人にとってはお邪魔虫だったってことで。そう言うと、けたたましいエンジン音を残して、車は走り去っていった。よく見ると、息子嫁は笑いながら助手席でお菓子を食べている。人の親切を当たり前のものとして、さらに踏みにじるような人にはどうなるのか教えてやらなくちゃ。自分の行いや発言はすべて返ってくると。タクシーで自宅に戻ってすぐに取り組んだのは、もろもろの名義変更だ。息子や息子嫁に頼まれて、私の名義で購入していたものがいくつかある。マイホームのローンもそうだが、車や家具などの分割払いも私の名義になっている。これは損得の問題じゃない。日々の生活で大変なのもあるだろうと思い、ちょっとした援助のつもりだったが、家族じゃないのであれば、もう私は関係ない人だ。支払い者の名義を息子に変更していった。さらに、息子と息子嫁に奪われてしまった車の盗難届を出しに、警察署に行った。家族間のトラブルだから、すぐ有罪、逮捕とはならないかもしれないが、警察が動いたとなれば、息子夫婦にはちょっとした脅しになるだろう。数ヶ月経って、警察署から、私の車が見つかったと連絡が来たが、警察署に行った私は言葉を失ってしまった。見覚えのない傷やへこみが至るところにある。そして、その横に立っているのは息子と息子嫁だ。人の車奪って逃げて。何この傷。塗装が取れているところもあるわ。奪ったなんて、ちょっと借りただけじゃないか。人聞き悪いこと言うなよ。母さんがうっかり傷つけたんじゃないの？
前からこんな傷あった気がするけど。シャーシャーと息を吐くように嘘をつく息子に呆れながらも、警察官に事情を聞いたところ、思いもよらないことに結びついた。警察官が言うには、数日前に近くのスーパーで当て逃げがあったらしい。その目撃情報や防犯カメラの映像、塗装のつき方などから、私の車を勝手に運転していた息子嫁の仕業であることはほぼ確定らしい。ちょうど当て逃げの捜査と私の盗難届の調べがパズルのピースが合わさったように解決したということだが、ここで転んでもただでは起きない息子夫婦だ。私はちょっと借りただけだもの。車の持ち主の名義はお母さんなんだから、お母さんの事故でしょ。まさか母さん、自分がつけていた傷までアリサに修理費を払わせるつもりなのか。いい加減にしろよ。ここで夫婦二人して脅しと泣き落としにかかるとは。自分たちが勝手に車を持ち出して事故を起こして当て逃げ、挙句の果てに自分は悪くないと来たもんだ。そして息子夫婦はそれぞれ勘違いをしているようだから、こと細かに教えてあげることにした。まずアリサさん、当て逃げしたことに関しては自分が起こしたトラブルでしょ。修理費用は当然事故を起こした人が払うべきもの。だからこの車の持ち主はお母さんでしょ。お母さんが修理費払うべきじゃん。さっきも言った通り、事故を起こした人が払うべき。仮にあなたの持ち主が支払う理論を言ったら、その車、州の名義だから州が修理費出さなきゃね。息子嫁は言い返されると思っていなかったようだ。私からの予想外の言葉で鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしている。え？そんなちょっと借りただけで、こんなババ臭い傷ついた車なんてごめんだわ。名義なんて知らないし。傷つけたのは自分でしょ。あなたたちが車を奪って逃げた日のうちに変更したのよ。私の手元に無事戻ってくるかも確信なかったから。はあ？私たちのこと信用してないってこと？それに可愛い息子とその奥さんをお金のことで苦しめるなんてどんな考えしてんのよ。可愛い息子とその嫁か。自分たちのことを過大評価しすぎだと思うと同時に、このどさくさに紛れて私に言ったことをすっかりなかったことにしようとしている。私のことを家族じゃないと拒絶し、車を盗んだのはあなたよ。家族じゃない人のためにあれこれ世話焼くのは違うじゃない。いや、それは言葉のあやじゃないか。アリサもそんなつもりで言ったんじゃないし、俺に免じて許してやってよ。息子の中ではどうやら嫁いじめをする自分の母親といじめられている嫁、そしてそれを身を挺して守る夫となっているようだ。シュウ、あなた私の息子だからこの際言わせてもらうけど、俺に免じてってセリフ吐くのは100年早いわ。そのセリフは少なくとも私にしている借金をすべて返してから言うことね。どういうこと？借金？シュウは私に隠れてお母さんからお金を借りてたの？この様子だと息子嫁は何も知らないようだったので、ついでに教えることにした。息子はね、あなたと知り合った時、有名企業の名前出したと思うけど、期限がある契約社員なの。だから正社員と比べるとお給料も少なめ。しかもこの間大きなミスをして減給になったから生活できない、助けてくれって私に泣きついてきたのよ。はあ？契約社員とか聞いてないし、売り上げ一気に伸ばしたから次のボーナスでは期待しててって言ったじゃん。契約社員だからもちろんボーナスもないし、サラリーマン一人が贅沢しない生活をするのがやっとのお給料ね。知らなかった？青くなっている息子の横で、息子嫁はこの話を聞いてわなわなと震えている。
頼りになる高級鳥の旦那様の化けの皮が剥がれたのが、よっぽど衝撃的だったのだろう。何よ、男のくせに契約社員で、パート勤めのババアから恵んでもらってたとか、信じらんないんだけど。こんなことになるなら結婚するんじゃなかった。騙されたわ。でも、会社名とかばかり気にして、息子のハリボテ部分だけ見て結婚を決めたのは、あなたなんじゃない？それに、私こう見えても役員として会社に貢献しているから、それほど贅沢しなければ暮らしに不自由することはそんなにないの。息子嫁は爪を噛みながら何かブツブツとつぶやいている。私は悪くない、そんなはずないなどとこちらを睨んでいる息子嫁は私の知っている顔ではなかった。それを見て私は一つ思い出したことがあった。あなたたちの結婚式に来てくれていた、花ちゃんっていたじゃない？あの子、元気かしらね？あいつ、数合わせで呼んだだけだし、どこで何してるかなんて知らねえよ。彼女ね、私がいる会社で働いているんだけど、演劇鑑賞が好きで、趣味仲間として一緒に見に行ったりするの。息子嫁は一瞬ぎょっとしたが、すぐにこちらを睨んできた。だからなんだよ、若い女性に金払って仲良くしてもらっているってところか。あいつ金に困ってそうだもんな。私の仲いい人の悪口を言うのは感心しないわ。彼女にはよくあなたのことを相談していたの。そう言うと、ちらりとスマホを見た彼女は真っ青になり、その場に座り込んでしまった。私から見えたスマホの画面は、息子嫁の言動や彼女の嘘を責めるメッセージの通知で埋め尽くされていた。通知音が鳴り止まず、息子嫁は悲鳴を上げながらスマホを遠くに投げ、ものすごい勢いで私につかみかかってきた。お前のせいだ！私がこれまで積み上げてきたものがパーだよ！どうしてくれんだよ、このババア！いきなり手を引いてきたため、私はとっさのことに驚きながらも、息子嫁に技をかけた。申し訳ないね。ちょっと身の危険を感じたもので、護身術だよ。習っておいてよかったわ。その様子を見ていた警察官が、車両の盗難といい、つかみかかってきたことといい、ただごとではないと察したようだ。息子嫁と私を話し、彼女は別室に連れて行かれた。なんで私が悪いことになってんの？あのババアが私の手ひねったの！見てただろ？あのババアが私に怪我させたっていうのに、なんでよ！自分の立場が危うくなったら力でどうにかしようっていうのが、そもそも間違いなのよ。ちょっとは自分のこと見つめ直したら？その後しばらく、私に危害を加えようとしたことで、警察のお世話になっていた彼女だが、彼女が知らない間に噂が一気に広がっていた。嘘つきで痛いやつとして一気に炎上した彼女は、知り合いから聞いた話では、息子嫁は SNS や女子会などでセレブ婚だと吹聴していたらしい。有名企業の夫を捕まえ、欲しいものはどんどん買ってもらえる。高級ブランド品に囲まれた優雅な生活を演出し、あちらこちらで自慢していたそうだ。女子会での自慢はもちろんのこと、SNS ではセレブ妻インフルエンサーの日常として、あることないこと載せていたのだ。しかし、ハリボテのセレブ妻は一度嘘の皮が剥がれてしまった以上、その隙間からどんどん本当の姿が露呈していくことになる。友人からの情報、噂話はどんどん出てくる。あちこちから彼女の本当の姿があらわになっていくこととなった。このままの勢いで破滅の一途をたどるのは時間の問題といったところだったのだろう。SNS では偽セレブ妻として後ろ指を刺され、コメント欄は荒らされ続けた。そして友人は息子嫁の本来の性格に愛想を尽かし、次第に離れていったのだ。
こんなことがあっても、彼女はお金があった時の蜜の味がする思いを忘れられないのだろう。高級ブランドや美食のために、貸金業者に手を出し、法外な利息と返済に追われることとなった。背に腹は変えられないと、仕方なしに働きに出た息子嫁だったが、人間すぐに生まれ変わるようなことはそうそうない。かつて仕事をサボる派遣社員、その後は家庭を守るという名目で、だらだらと何もしない専業主婦でやってきたため、誰かのためにきちんと働くことを知らなかったのだ。何十社と受けてようやく拾ってもらったパートの仕事先では、息子嫁が昔ひどい扱いをしていた女性が直属の上司になったらしい。そういえば息子嫁は学生時代、クラスで気の弱そうな人や地味な人をターゲットにからかったりちょっかいをかけていたと聞いたことがある。かつて息子嫁が武勇伝のように話していたエピソードによく出ていたクラスメイトと、まさか職場で再会することになろうとは。かつて息子嫁は自分がクラスのボスのような振る舞いをしていたそうだが、あの時と立場が逆転。正社員としてバリバリにキャリアを積んでいる上司からビシビシと仕事を仕込まれているそうだ。働いても働いても借金返済とローンの返済、生活費と瞬く間に消えていくお金を前に、ちょっとでもお金のありがたみを感じていることを願う。ちなみに息子に関しては、恥ずかしいことに、とうとう悪事に手を染めてしまった。生活費に充てるために、会社の経費をごまかしたことが露呈し、息子はクビに。契約社員といえども、息子の悪行のひどさ、そして会社はそれなりの規模のため、彼の噂は一気に知れ渡ることとなった。当然、再就職は絶望的なものとなる。そして困ったことに、退職後も何をするでもなく、日々だらだらと過ごす息子が、先日私のもとに金の無心をしに来た。しかし、有無を言わさず塩をまいて追い返したが、息子は引き下がらない。母さんのせいで人生めちゃくちゃだ。親なら責任取れよ。それに、アリサもかわいそうだろ。30も過ぎる人が自分のことを棚にあげて親のせいにして恥ずかしいと思わないの？それに前も言ったけど、初めに家族じゃないって言ったのはアリサさんよ。あなたも車の中で聞いていたでしょ？その後、少しは心を入れ替えたのかと思ったのだが、息子は何を思ったのか怪しげな背取りに手を出していたのだ。俺はこんなところでくすぶっているわけにいかないと息巻いて、偽ブランド品を販売し、結局は警察のお世話になることになってしまった。夫婦ともに警察のお世話になってしまったが、息子も息子嫁も生活やマイホームのこともあり、お互い今更別れられない状況になってしまったようだ。今も二人は離婚はせず、共依存のようになっているそうだが、もう私は関わり合いを持つのはごめんだ。ちなみに私はその後も仕事は変わらず続けている。これまで息子や息子嫁へしていた援助の分を自分のために使うことができて、日々の生活にこれまで以上の楽しみが生まれてきた。仕事はもちろん楽しいが、仕事ばかりではなく、友人との旅行や趣味の演劇鑑賞、健康のためのヨガなども始めてみた。仕事もプライベートも余計な気を回さずにいることができて、上手に過ごすことができるようになったと思う。息子も息子嫁も大人だから、結局は自分で自分のことをするしかないのだ。これからも自分に無理することなく、毎日を過ごしていきたい。